さあ果たしてこの時を倒して自らの手でリーダーの手で2ポイントを勝ち取ることはできるか。フードキャラクターはミカ、果たして時戸の動きにその刃は届くか。さあ対するリーダー時戸ストレート、単独首位がかかる重要な一戦、久方ぶりに見るこの組み合わせですが、うん、そうですね、ここは時戸がまずダウンを取りながら、おっとここは V スキル2ですか。相手の空中からの攻めに対して返し技として使っていけると。サスタンチがかさんでいったのでフードとしては早めの仕掛け、さあそれは継続する。さあミサイルから相手のさあこれカウンターしている。さあこちらもスタンはいかなかった、スタンさせられなかったな。昇竜どうだ、倒しきれる。いやこれぞ怒髪昇天、怒りで貫いていく後半の逆転。フードがもう倒しきるためにそのスタンさせなかったんですけど、そうですね、その後フードの選択早かったですね。さあそして時戸が一気に流れをつかみに来る、ゲージを2つ使ってスタンリーチ投げて終わる。ここをしのげるか、打ってった、やるしかない、捕まえた。さあバックリーピーチが決まって、トリガー回りますね。ここは下から打っていくのか、昇竜。なるほど、遅かったのでディレイの方だったんで打ってきましたね。そして時戸が常に冷静、そして攻めるときは攻める、緩急を使った時戸。ここはまずストレートで第一バトルを取ります。ちゃんと勝つにしてもだろうな、悪くない、うん、全然全然悪くない。1ラウンド目にタメドロップキックですよね、あれ非常にミカの強力な接近手段として使えるんですけども、うん、2回目であそういやこれちゃんとこれで対応しなきゃってことで、すぐフード側もまた違う動きにしなきゃいけないという話をしていると、いやー一気にそばこさー戦車何の躊躇もなく時戸号機を圧殺、81秒残し、これがフード、これが重戦車、意味も介さずというらしいプレー出ました ね、うん、さあフレス打つ、お敵技、時戸選手が EX 勝利を打っていきました。これで自らの嫌な流れも切るか、待てる球を見てからシューティングピーチ、さあ、アーマーを使って貫いていった、フードがギアが上がってきたぞ、マジうまい、対戦で入れ替えつつ攻めはもう超おかわり成功。さあ時戸号機をぶん回すフード、トリガーが発動できないがここ波動から発動、しかし苦しい体力状況、先取りを取って、早い、一発目の台風、一瞬にしてフードが11に持ち込んだ、お見事、いや完璧でしたね、受けた勢いをそのまま全部返したっていう、はい、ですね。そうなってくると豪輝は体力は少ないですからね。さあ早くも第3バトルになりましたが、綺麗に入った、止まりませんね、ジャンプ大パンチからのコンボだったフード、上、あーもう一回プレスから画面端、そこで焦らない。さあ時戸のお株を奪うかのようなこの画面端の街ではあるが、さあどうだ時戸、さあブリムストーン始まります、いやもう一丁ループして、次は何、さあ通常投げ3発の投げで相当なダメージ、フードは見ている、さあ集中力はバッチリ、波動拳発動っていうのはよくあるパターンなんですけど、それを捉えるようなよく見てましたね。さあここ引きつけて昇竜、ただでは終わらけないかない、どちらも2点大事。さあフードとしてはこの勢いのまま時戸を倒しきりたい。さあカウンター、ここはゲージを溜めながら入れ替えていく、遅らせ打撃、ゲージは3つあります、このラウンドどうゲージを節約して進めるか。さあトリガーがあるので発動して、クリムストーンやりにくでしょう、プレッシャーがもう一丁、次はドロップだったが当たらず発動、入れ替えた、ゲージはマックス、されてますね、やどうだこれ、中からさあ CA を打ってったフード、足りるのか、どうだ、どうなんだ、足りない、打ってくる、しかしまだ足りません、残ります、ここにかける波動、ゲージはないぞ、なでしこが来る、どこからするなでしこ、上いや下からこづいて自らに点ゲット、これがフード、ガイアを救った。
まあ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 、しゃあない。すまねえなこれ。いやいや、全然いいっすよ。